創業者 CEO のトニーシェー ZAPPOS.com はアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスに本拠を構える靴を中心としたアパレル関連の通販小売り店である創業者 CEO はトニーシェー2009年7月から a m a z o n .com 参加に入っている米フォーチュニッシュが選ぶ働きがいのある企業100ランキングで15位である ザッポスは1999年にニックスーインマーンにより創業。同年、スーインマーンはドニーシェイとアルフレッドリンに投資提案を持ちかけ、最終的にシェイとリンのベンチャーキャピタルベンチャーフロッグを通じ200万ドルを出資。当初は shoesite.com というドメイン名で販売開始した。2ヶ月後、名前をザッポスに変更、同社を トニー自身の事務所内に呼び込んだ。しばらくし、トニーがニックと共に共同 CEO に就任した。2000年に160万ドルの売り上げを達成。2001年には4倍以上の売り上げで860万ドルを記録。2002年に自社倉庫をケンタッキー州に設置。この時期、宣伝コストをかけず、口コミで成長している。この頃、 2010年に10億ドルの売上目標とフォーチュン市の働きがいのある企業100ランキングに乗るという目標を設定している。2003年にザッポスは7000万ドルの売上を記録。全体売上の約1、4を占めるドロップシップメントを中止。これについてシェーは会社全体をカスタマーサービス中心にする。在庫の1、4を管理できないと。 顧客体験をコントロールできないと語っている。2004年にザッポスは1億8400万ドルの売り上げを記録。ベンチャーキャピタルセコイアキャピタルからの3500万ドルの出資を受ける。この年、本社をサンフランシスコからネバダ州ラスベガス郊外のヘンダーソンに移す。その後3年間、ザッポスは毎年売り上げを倍増させ、 2007年に8億4000万ドルを記録。靴以外にハンドバッグ、メガネ、服飾、子供用品に取扱い商品を拡大。ネバダ周辺ガーソンの旧本社2008年にザッポスは当初目標より2年前倒しで売上10億ドルを達成。フォーチュン氏が働きがいのある企業100ランキングにも選出された。2009年にザッポスは アマゾンとの買収話を検討開始した。ザッポスの取締役会内部では5名中2名はザッポス企業文化の独立性確保を懸念していたが他の3名は金融危機化の環境を考慮、利益を重視し推進を主張。当初はシェイトリンは取締役会の多数を確保する検討したが2億ドルが必要だった。その頃アマゾンドットコム幹部が 買収提案を持ち込んだ。アマゾンのジェフ・ベゾスとの長時間の討議の結果、アマゾンがザッポスを独立経営のまま運営させる可能性があるとして交渉を継続。2009年7月、アマゾンがザッポスを株式交換の形で9億4000万ドルで買収すると発表。2012年にザッポスはケンタッキー州の自社倉庫を閉鎖すると発表。 ケンタッキー州倉庫の社員はアマゾン管理課に入る。2012年にザッポスは自社コンピューターシステムがハッキングされ2400万人の顧客情報が流出したと発表。本県では団体訴訟に発展している。改築ザッポス入居前のラスベガスダウンタウンの旧市庁舎2013年に本社を ネバダ州ヘンダーソンから同州ラスベガスダウンタウンに移した。シェイはラスベガスダウンタウン再開発計画を主導しており、4800万ドルでラスベガス旧市庁舎を改築、入居した。2015年から自主管理の仕組みであるホラクラシを本格的に導入。同年3月30日に CEO のトニーシェイは全社員向けにメールで 新しい組織体制、ホラクラシに賛同できない人は4月30日までに申し出てください。3ヶ月分の給料を退職金として差し上げますと通達。それを受けて4月30日には全社員の約14%にあたるおよそ210人の自主退職者を出した。ホラクラシとは従来型の階層型組織をいくつもの サークルにより構成される、よりフラットな組織に変革するというもの。企業運営における課題ごとに、サークルが形成され、その中で構成員各時が権限と責任を持って、仕事を遂行することから、上司不在の経営体制と評される。ザッポスのように、社員数が1000人を超える企業のホラー暮らし、導入は、これまでに類を見ない。 史上最大級の導入事例として注目されている。ありがとうございます。